皆さんこんこにちは和田井満載 TV ですえ車いすラグビーで日本がの銅メダルを取りましたけれどもえ見ていてすごいですねこのえパラリンピックで唯一えぶつかり合いが認められているということで,であの車がですね外れてしまうということもありましたね見てましたらであの転倒することはもう頻繁に起きてますけれども。 この車いすラグビー、またこれ、の海外の反応などを交えてですね、お伝えさせていただこうと思います。それで今日はですね、実はあのパラリンピック私、初日から見ておりまして、非常にあの最初に感動したのがですね、日本の山田美幸選手ですね、女子100メートル背泳ぎ、運動機能障害 S2 ランクなんですね。 彼女があの、最年少14歳で、まあ、初出場だったんですけれども、銀メダルを獲得ということで、まあ、今大会日本選手団第1号のメダルだったわけなんですね。で、またの、14歳でのメダル獲得っていうのは、えー、まあ、夏季冬季の最年少記録を更新して、まあ、日本勢としてはもう最年少記録となったんですね。 あの泳ぎを見ておりましてあの水中の映像も出てたんですよね。でえ彼女はあの両腕がねないものですから足だけでもう足ひれのように動かしてあの泳いでいたんですね。それであの銀メダルすごい泳ぎだったんですけれどもあれ見た時にですね水中の映像見た時に思わずあの目頭がちょっと熱くなってしまったんですがえここへ来るまでに本当にどれだけ努力したんだろうと。 いうことを思ったんですけどねえただ、ここであの、まあ、そういう、まあ、これはもう不尊な考え方であるということで、まあ、あのこういう試合に出ている人たちあるいは何らかの,この障害を負っている人たちはですねえ決してそういう目で見てほしくはないわけですね。え自分たちは普通と一緒であるとむしろ自分たちは今の自力に感謝しているという人が本当にすごく多いんですね。 そういういことで私あの見ておりましてあれ一番最初に見て最も感動した試合だったんですね山田美幸さんは小児喘息を改善しようと思い5歳の頃から水泳を始めたそうです両腕は生まれつきなかったとのことで左右の足の長さも少し違っていましたしかし何か自分にできないものがあるなと薄々気づいていたのですが水泳の時は 他の子どもたちと同じように泳げたので水泳で人と違うなと思ったりはしませんでしたととても明るい笑顔で語っています。それからですね卓球で本当に驚いたのがですねラケットを口にくわえてショットを打つというプレイスタイルで出てきたのエジプト代表の人物だったんですね。 ハマドゥ選手という方なんですが、現在48歳だそうです。で、この、実はこの選手、あの、以前ですね、昔、あの、水谷選手とも卓球したことあるんですね。えー、あの、まあ、こういう状況になってからなんですけれども、え、どういうふうに、あんな小さな球、あんな早いね、やりとりしますでしょう、卓球。 えー、私たち卓球はね昔よくやったことあるんですけども全然ダメなんですよね。あんな小さいものであんなスピードでよくまあ反応して打てるなと思うんですが、えー、彼はこれ口で加えたラケットで的確にあのスマッシュなんか持つわけですよね。でこのスタイル彼があの生まれた背景はですね努力で不可能を可能にしたいという強い思いがあったということなんですよ。 ただこのハマードゥドゥ選手はですね、実はあの10歳の時に電車のドアから落下するというあのまあ事故を経験してしまったんですね。その時に両手を失ったとで。その後はもうしばらくですね、もう1年ぐらいの間はもう家の外にはもうほとんど出なかったと。人々からね、変な目で、あるいは哀れみの目で見られたくはないとえいうことだったそうなんですね。 でただ、そういったときに、あの、まあ、サッカーね、最初はスポーツなんかや、あの、勧められてサッカーやったそうなんですが、えなかなかうまくバランスが取れず、まあ、怪我もして、まあ、このサッカーはもう、やめたと。で、そのうちにですね、えー、この卓球に出会うわけなんですよ。ただ、この卓球についてですね、えー、卓球の試合のあの、審判していたんですけども、 このジャッジ内容について、まあ、口論になってしまったと。で、まあ、友人にもね、プレイできんくせにもう口出しなんかするなと。こんなことを言われてしまって、普通それで、まあ、非常にまあ、やっぱりね、悲しむ人もいるかもしれませんがえ、彼はですね、むしろこの投資に火がついて、じゃあもう自分自身でやってやろうじゃないかと。できないことないんだと証明してやるということで、自分自身がこのラケットを持ってですね、 卓球に打ち込んでいくと。これがあの卓球を始めてきっかけなんですね。で彼はあの口でラケットをくわえて、加える前はあの脇で加えね挟んでやってたそうなんですが、これはどうもうまくいかなかったと。で、口でくわえたんですけれども、えー、それから卓球の,の球はですね、あ最初はの、えー、闘争しなきゃいけませんからね。 これを足で、足の指で挟んで、塗装して、それを打つというこのフレースタイル、これを完成させるまでにあの1年ぐらいかかったということなんですよね。で、あの、水谷選手とね、最初に試合、試合といいますかね、このエキ,エキシビションマッチなんですけども、2014年なんですね、東京で開催されたの世界大会。ここでの水谷選手などの、 まあいろんなこの世界の、ね、トップの選手たちと、えー、このラケットを交えたということで当時実は結構話題になったんですねでこの東京このオリンピックについては、まあ、あの非常に、ね、今あのいろんなメディアが取り上げて話題にもなりまして、まあ、国際的にも大変話題になってるんですよねで実はこの時、まあ、いろんなの選手と対戦してあの中国の選手とも対戦したんですがもうとにかく信じられないぐらい強かったと いう声がの動画サイトにも出ておりました。で今回この東京、えー、オリンピックではですねこのパラリンピックではですね実は初戦で、まあ、韓国の選手と対戦しましてあスマッシュのやつ強いスマッシュでポイントを取るシーンもあったんですけれども、まあ、ゲームカウントは、ね、残念ながら0対3く、まあ、ういうことでもう敗れてしまったんですけども。 えー、この浜田選手はですね、えー、まあ、敗れたことはもうとにかく悲しいけれども、次の試合には勝ってもメダルを目指したい、不可能はもうないんだと。えー、残りの試合で私たちは何でもできるということをもうぜひともみんなに伝えたいということをもう力強くあの語っておりました。皆さんはどのように思いましたか。ぜひコメントをお寄せください。よろしければグッドボタンを。 ポチッとと押ししていいただけると嬉しいで,すではまた次の動画でお会いしましょうね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。